今私はアビーロードに行こうとしているの。ビートルズが最初のレコーディングをした NW8 にあるアビーロードスタジオ。アルバムアビーロードのジャケットみたいにあの横断歩道を渡るのが夢だったのよね。ロンドンって不思議よね。もう20年近く経っているのに、この辺りはアビーロードのジャケットとあまり変わらないみたい。まるでそこにジョンやポールがいるみたい。リバプール